ロイ・ホルストン・フロー・ウィックは、ホルストンのブランド名で知られ、特に70年代に国際的な名声を上げたアメリカ人ファッションデザイナー。カシミアやウルトラセードで作られたホルストンのミニマリストかつクリーンなデザインは、1970年代半ばのディスコで新しい旋風を巻き起こし、アメリカのファッションを再定義した。ホルストンは、 アメリカ人女性のためのリラックスした都会のライフスタイルを生み出したことでも知られている。彼はスタジオ54で親友のライザ・ミネリ、ビアンカ・ジャガー、芸術家のアンディ・ウォーホルと一緒に写っている写真が多く残されている。ホルストンは1950年代初頭、シカゴ美術館付属美術大学に通いながら、ホルストンは女性用帽子をデザインし製造するビジネスを始めた。 有名な顧客を獲得し、1957年にシカゴのマグニフィセントマイルに店を開いた。ホルストンは、その後、ニューヨークの高級デパートバーグドルフ・グッドマンの帽子職人となった。1961年、ジャクリーン・ケネディが夫のジョン・エフ・ケネディの大統領就任式の際に着用したピルボックス帽子をデザインしたことで、ホルストン名が一躍広く知られるようになった。 1960年代後半、ホルストンは、婦人用帽子から婦人服を扱うようになり、ニューヨークのマディソンアベニューにブティックを開店。そこで、プレタポルテタイプのブランドを立ち上げた。その後、ヘロインの過剰摂取下でのいくつかの誤った判断により、ビジネスが傾き始め、1980年代に、ホルストンは、最終的に自身が創業したブランドの経営から、退いた。 1990年に57歳でエイズによるガンで亡くなった。ロイ・ホルストン・フローウィックは1932年4月23日、アイオワ州デモインでノルウェー系アメリカ人の会計士、ジェームズ・エドワード・フロと専業主婦、ハリー・マエの次男として生まれた。ホルストンは祖母の影響で早くから法制に興味を持ち、母や妹のために帽子を作ったり、服を仕立てるようになった。 デモインで幼少期を過ごした後、10歳の時にインディアナ州エバンズビルに引っ越した。1950年にベンジャミン・ボッシセ高校を卒業し、インディアナ大学に短期間通った後、シカゴ美術館附属美術大学に入学した。1952年、ホルストンはシカゴに移り、シカゴ美術館附属美術大学の夜間コースに入学。 学業と並行してウィンドードレッサーとして働いた。1953年に自身の帽子ビジネスを開業した。彼の最初の顧客はラジオ女優でコメディアンのフラン・アリソンであった。キム・ノバク、グロリアス・ワンソン、デボラ・カー、ヘッター、ホッパーなどの著名人がホルストンの帽子を購入した。シカゴ・デイリーニュースがホルストンが手掛けた帽子に関する短い記事を 掲載したことをきっかけに、ホルストンの名が初めて広く知られるようになった。1957年、最初のショップであるブルバードサロンをノースミシガンアベニューにオープンした。ホルストンは子供の頃から自身と同じ名前を持つオジロイと区別するためにミドルネームで呼ばれることがあり、最初のショップをオープンしたちょうどこの頃から、ホルストンは仕事でもミドルネーム。 ホルストンを使うようになっていった。1957目年後半にホルストンはニューヨークに拠点を移し、婦人用帽子職人のリリー・ダッシェのもとで働き始めた。一年もしないうちに、ホルストンはダッシェの共同デザイナーに指名され、ファッションエディターや出版社と知り合いになると、ダッシェのスタジオを離れて、デパートのバーグドルフ・グッドマンの帽子サロンの責任者となった。 ホルストンウルトラスエードシャツドレス。1972年。ホルストンビーズナイロンイブニングカフタン。1977年。ホルストンは、1961年に、ジャクリーン・ケネディが夫、ジョニ F ・ケネディの大統領就任式の際に着用した、ピルボックス帽をデザインしたことで、大きな名声を博した。彼が、婦人服のデザインを始めると、 ニューズウィークは彼を全米最高のファッションデザイナーと評した。帽子が時代遅れになると、ホルストンはテキサス州アマリロに住む億万長者エステール・マーシュの助けを借りながら服のデザインを精力的に行うようになった。マーシュはホルストンが作品制作に行き詰まっている時期の唯一の支援者だった。その後、1968年にマディソン・アベニューに 最初の自身のブティックをオープンした。同年のホルストンがデザインしたファッションコレクションには広告会社重役のメアリー・ウェルズ・ローレンスのためにデザインしたダークジェイド・ベルベットのウェディングドレスなどがある。ブラニフ航空の CEO ハーディング・ローレンスと結婚したメアリーは1976年にホルストンをブラニフ航空に紹介し、ホルストンはブラニフ航空の客室乗務員。 パイロット、グラウンドスタッフ、マーシャラーの制服デザインを担当することになった。ホルストンは1969年に最初のプレタポルテタイプのブランドであるホルストンリミテッドを立ち上げた。ホルストンのデザインはシンプルかつミニマリスティックでありながらも宣伝さと魅力に満ちており快適な着心地を兼ね備えていた。ホルストンはシルクやシフォンのような 柔らかく豪華な生地を好んで使った。後に、防具の取材に、機能性のない余計なものは全部取り除くんだ。結べない、リボン、かけることのできない、ボタン、閉まらないジッパー、体を包まない、ラップドレスとかね、機能しないものは大嫌いなんだ。と語った。ホルストンのデザインのもう一つの特徴は、バイアスの仕様だ。ホルストンは斜めに裁断することで、 どのような記事からもセクシーで洗練されたイメージを生み出すことができると信じていた。以前は女性の体型は主に衣服の曲線を通して表現されることが多かったが、ホルストンは従来の体にフィットしたシルエットを打ち破り、自然に自由に流れる記事を用いて女性の体型を表現した。ホルストンは女性の権利とパンツについてパンツは女性に、 今までにない自由を与えます。もう低い位置にある家具にしゃがんだり、床の低いスポーツカーに乗り込む時に心配する必要はありません。パンツはこれから何年も私たちと共に存在し続けるでしょう。このような権利表明をファッションを通じて行うことができるのであれば、おそらく永遠に。と発言した1970年代、彼のウルトラセードスーツは大流行した。 ホルストンは機能性をファッションに取り入れた。彼はウルトラスエードのドレスワンピースをデザインし、女性用パンツを再導入しました。ドレスワンピースは細長いメンズシャツとして受け入れられた。さらにホルストンはスポーツウェアの要素を取り入れ、それを婦人服に組み合わせ、婦人服と紳士服の機能を統合した。ホルストンのブティックはグレタガルボ、ベーブパリー。 アンジェリカ・ヒューストン、ジーン・ティアニー、ローレン・バコール、マーゴ・ヘミングウェイ、エリザベス・テイラー、ビアンカ・ジャガーと、ライザ・ミネリといった有名人を引きつけ、特に、ジャガーとミネリは、ホルストンの親しい友人となった。1968年から1973年の間で、ホルストンのファッションブランドは、推定3000万ドルを売り上げた。1973年、 ホルストンは自身のブランドをノートンサイモンインク2600万ドルで売却したが売却後もブランドの主要なデザイナーとして関わっていたこの売却によりホルストンは金銭名を気にすることなく創作活動に集中できるようになった1975年マックスファクターからホルストンが手掛けた初の女性向けの香水がリリースされた1977年までに この香水は8500万ドルの売り上げを記録した。1970年代を通じて、ホルストンブランドは、メンズウェア、旅行カバン、ハンドバッグ、ランジェリー、シングまでをも扱うようになった。防具は後に、ホルストンこそが、アメリカのファッション界に、カフタン、マットジャージー素材のホルタートップドレス、ポリウレタンを広めた功労者であると指摘している。ちなみにホルストンは、 ジャクリーン・ケネディのために、オリジナルのカフタンをデザインしたことがある。ホルストンの人気と名声が高まるにつれ、ホルストンと仕事をした人々も知られるようになっていった。ホルストンの影響で有名になったモデルには、パット・クリーブランド、アンジェリカ・ヒューストン、ハイディ・ゴールドバーグ、カレン・ビョルソン、ビバリー・ジョンソン、ナンシー・ノース、クリス・ロイヤー、アルバチン、コニー・クック、そしてパット・アストなどがいる。 このようなホルストン専族のモデルたちは、次第にファッションジャーナリストのアンドレレオンタリーによって、ホルストネッテと呼ばれるようになった。ホルストネッテは、ホルストンの衣料品や化粧品に関する取材、広告、イベントにホルストンと一緒に登場した。ホルストネッテたちは、ホルストンの引き立て役として、ホルストンが仕事で旅行するたびに行動を共にし、ホルストンのファッション柄に出席した。 ホルストネットは多様な人種背景を持つモデルたちで構成されており、ホルストンは広告において多様な人種のモデルたちとランウェイを歩いた先駆者的ファッションデザイナーの一人となった。ホルストンは制服のデザインにも大きな変革をもたらした。1977年にホルストンはテキサスでブラニフ航空の客室乗務員の新しい制服をデザインする契約を結んだ。 ホルストンは独特の H ログを散りばめられた落ち着いた茶色のユニフォームをデザインした白色、小麦色、灰褐色を組み合わせた制服でこれらの色はブラニフ航空機のアルゼンチン側のシートにも使われたホルストンが生み出したこのカラースキームはホルストンのウルトラセードデザインに関連づけてウルトラタッチと名付けられ1970年代後半を 印象づけるアイコニックなものとなった。1977年2月、アカプルコで過ごす3日間の夜と呼ばれるパーティーが開催され、ブラニフ航空のエレガントな新しい制服が披露された。披露パーティーには、ブラニフ航空会長のハーディング・ローレンス、妻のメアリー・ウェルズ・ローレンス、リンドン・ジョンソン大統領の妻、レディ・バード・ジョンソンが出席した。パーティーでは、ホルストン自身が、 新しい制服を身にまとい、ホルストネッテたちと登場した。パーティーとホルストンの作品は、ファッション業界で高評価を得ただけでなく、ブラニフ航空の従業員からもこれまでに着用した、中で最もシンプルかつ着心地の良い制服だと、賞賛を受けた。1976年には、米国オリンピック委員会から、パンアメリカン競技大会と、米国オリンピックチームのユニフォームのデザインを、 依頼されたその他にも、ガールスカウト、ニューヨーク市系エービスレンタカーシステムのユニフォームをデザインした。1983年、ホルストンは、小売チェーンの JC ペニーとレーセンス契約を結び、その契約金は10億ドルだったと言われている。この新ブランドは、ホルストン3と呼ばれ、24ドル200ドルの手頃な、価格の衣類、アクセサリー、化粧品、 香水のラインナップで構成された。当時、ホルストンのような高級デザイナーが中価格帯の小売チェーンと契約を結ぶことがなかったため、ホルストンの新ブランドはファッション業界で物議を醸した。ホルストン自身は JC ペニーとの契約はブランド拡大につながるとして好意的に考えていたが、逆に新ブランドにより、 ホルストンの名が安っぽくなったと考える風潮がファッション業界で広がり、ホルストンブランドのイメージダウンにつながってしまった。当時、高級デパートのバーグドルフ・グッドマンは、ホルストン3の計画発表後、ホルストンリミテッドのラインナップを店舗から引き下げた。さらに他のデパートや店舗もこの動きに同調し、ホルストンへの発注が減少した。 J.C. ペニーと契約したホルストン3ブランドの評判は散々なものであり、最終的にはラインナップは廃止された。ただし、高級ブランドデザイナーが異なる価格帯の商品を売り出す道を切り開いたという点で、ホルストンを評価する声も現在ではある。1983年、当時のオトンサイモン社が所有していたホルストンリミテッドを S マーク社が買収した。 S, S マークによる買収後、ホルストンは自身が創始者であるはずのブランドの経営権を奪われていき、息取りを募らせていった。ブランドの経営権がプレイテックス社、ベアトリスフーズなど様々な会社に次々と移り変わる中で、ホルストンのブランドへの影響力は弱まっていき、1984年には自身のブランドのためにデザインを提供することすら禁止されてしまった。 そのような状況の中、ホルストンはブランドを買い戻そうと辛抱強く交渉を続けた。1986年にホルストンはレブロン社に買収された。レブロン社はホルストンがブランドのデザインを手掛けないことを条件にホルストンに報酬を支払った。しかしながら、ホルストンはこのまま家族や友人のライザミネルやマーサグレハムのためにデザインを提供していた。 レブロン社との契約が切れた後、ホルストンは再びレブロン社と契約を更新する話を進めていたが、レブロン社がホルストン抜きで新ホルストンブランドを立ち上げようとしている話が発覚し、交渉は決裂した。その後、レブロン社は様々なデザイナーの下でホルストンブランドの衣類を発表したが、1990年に衣類の販売は廃止となった。 しかしホルストンの香水だけは販売が続けられた。1988年、ホルストンは HIV で陽性と診断された。彼体調が悪化すると、ホルストンは親族が住むサンフランシスコに移住した。1990年3月26日、サンフランシスコのパシフィックプレスビテリアン医療センターで、 エイズ指標疾患であるカポジン肉種により亡くなった。ホルストンの遺体は仮装された。ホルストンはベベズエラ生まれのアーティストであるビクトル・ヒューゴと別れてはよりを戻すといった恋人関係にあった。二人は1972年にヒューゴがメイクアップアーティストとして働いていた時に出会った。二人は付き合い始めるとヒューゴはホルストンの家に住み始めた。 ホルストンはヒューゴー専属のウィンドードレッサーとして雇った。二人の関係は10年以上にわたって続いた。ニューヨークタイムズ氏によると、ホルストンはファッションデザイナーのルイス・エステベスとも関係を持っていたという。1990年のホルストンの死後、ホルストン社は何度か経営者が変わっている。1990年にレブロン社が医療品の生産を停止した後、 1991年にホルストンはボルゲーゼに買収された。1996年、スポーツウェア会社トロピックテックスがホルストンの衣料品ライセンスを購入、デザイナーランドルフ・デュークの下でホルストンブランドを再開させた。デュークが手掛けた最初のコレクションは1997年秋にデビューし、高い評価を得た。マライア・キャリー、セリーヌ・ディオン、 ミニードライバーといった著名人が新生ホルストンのドレスを着た。1998年にプライベートエクイティファンドであるカターテン・サイモンにホルストンが売却されるとデュークはブランドを去った。同年後半、デザイナーのケバン・ホールがヘッドデザイナーとして雇われ、その当時ブランドはハウス・オブ・ホルストンと呼ばれた。ホールのが手掛けた。 ハウス・オブ・ホルストン初のコレクションは1998年春にデビューし高い評価を得た。1999年、カターデン・サイモンはホルストンをネーマ・クロージングに売却した。ヘッドデザイナーのケバン・ホールは2000年にブランドを去った。ホールがブランドを去った後、ホルストンの新しい所有者であるジェームズ・ J ・アン・ウェーンはホルストンを高級ブランドとして生まれ変わらせる計画を立て、 デザイナーのブラッドレイ・バイユーを雇った。バイユーが手掛ける新ブランド、ブラッドリー・バイユー・フォーホルストンは、オプラ・ウィンフリーとクイーン・ラティファが着用した。バイユーは、広告費用に関して、アンメーンと衝突し、2005年にブランドを去った。2006年には、ジミー・チューの共同創設者、タマラ・メロン、スタイリスリストのレイチェル・ゾーイ、映画プロデューサーハーベイ・ワインスタインが、 ヒルココンシューマーキャピタルと提携し、ホルストンを復活させようする試みがなされた。タマラメロンとレイチェルゾーがデザイナーと衝突するなどし、新ブランド立ち上げ後すぐにブランドの方向性で問題が起きた。モトベルサーチのデザイナーのマルコ・ザニーニが2007年7月に採用された。後にゾーイはザニーニのデザインに失望し、 デザインプロセスからザニーニを締め出したことを明かしている。2007年から2008年にかけて、タマラメロンの経営下にあるホルストンはクリス・ロイヤーに声をかけ、クリスをホルストンアーカイブとホルストンの諮問委員会のメンバーに選任した。ロイヤーは300点を超えるホルストンのオリジナルビンテージ作品を集めたヒルコ、ホルストンアーカイブをまとめた。コレクションには、 ホルストンのデザインに関する記事などのありとあらゆるものが揃っている。2008年、ロイヤーは、ヒルコ、ホルストンアーカイブのコレクションをもとに、2万マーケショールストーングラム展を開催した。2014年の巡回展、ハルストンオーホル、シルバースウェードにもアーカイブから、コレクションの一部が提供された。ザニーニが手掛けたホルストンコレクションが2008年2月に、 デビューしたが、賞賛する声もあれば批判する声もあり、評価は2分した。2008年7月に、ザニーニがホルストンを去ると、英国人デザイナーのマリオス・シュワブは2009年5月が、ホルストンのデザインを担当するようになった。その後ホルストン社は、ホルストンヘリテージと呼ばれる第二の新ブランドラインを立ち上げた。ヘリテージのコレクションは、アーカイブに残された。 オルストンのスケッチをもとに、そのデザインを現代風にアレンジしたものである。2009年、女優のサラジェシカ・パーカーは、映画、セックスザ・シティニでハルストン・ヘリテージのドレスを2枚、着用した。ハルストン社は、サラジェシカ・パーカーをハルストンブランドの社長兼最高クリエイティブディレクターとして採用した。サラジェシカ・パーカーは、ハルストン・ヘリテージの監修も行った。 2011年2月、マリオス・シュワブは自身が手掛けた初のホルストンの秋冬コレクションを発表した。クリエイティブ、ディレクターとしての在職中、サラ・ジェシカ・パーカーは有名、ジュエリーデザイナーのジャクリーン・ラブンを選任し、オーダーメイドののシルバーアクセサリーをデザインさせた。シュワブの初デビューコレクションは良い評価を受けなかった。アメリカン・ボーグの2011年8月号で、 サラジェシカ・パーカーは彼女がホルストンを辞めたことを明らかにした。シュアブとハーベイ・ワインスタインもさらに続くようにホルストンを去っている。2011年後半、ヒルコ・コンシューマー・キャピタルは BCBG の前社長ベン・マルカを招き入れ所有権を統合し、マルカを会長権 CEO としてハルストンヘリテージ事業を継続させた。マルカは マックス・アズリアとエルベレジェの元クリエイティブディレクターで、あるマリー・マゼリスの助けを借り、より現代的なブランドの改変に着手した。ヒルコ・コンシューマー・キャピタルは、ハルストン・ヘリテージのプレタポルテタイプのコレクションに的を絞ることにし、この計画に7500万ドルの追加投資をした。2012年9月、同社は本社をニューヨークからロサンゼルスに移した。二千十三年二月、 ホルストンヘリテージは、アラブ首長国連邦で製品を流通させるために、マジドエール、ファテームグループと契約を締結した。2015年、同社は、ホルストンブランドの h バイ・ハルストンと h ハルストンを、有名ブランドを大衆アウトレット市場に売り出す、こと専門とするアクセル社に売却した。2018年秋のコレクションは、アスレジャーアパレルに焦点を当てたものであった。 ありがとうございます。